久保さんまあ確かにあの変わってるかもしれないですけども変わってないっていうのも実際とかあるんですよねこれなんでそういう話をしたかっていうと、まあ、僕ねあの副業ではないですけどもあの卓球をちょっと教えててでそこで、まあ、あのまあそういう話とかも出るんですよね、うん、だからまあそういう話を聞いてるとあやっぱすす,すあんま変わってないなみたいな。 うんなんかその結局ねあの今の子供の年代っていうのはうんもちろんその平成に生まれた人が親になってまあ令和に生まれた人はまだ子供はさすがにあれですよね平成の人が子供を持っている人はいるけども大体割合的には多分昭和だと思うんですよ昭和生まれの人たちがあまあ久保さんも昭和だと思いますけどもうんだからまあ まあ結局遅いってことですね。そう。だから久保さんが考えているのは久保さんのその変化ですよね。久保さんがもしかしあのネットビジネスを知らずずっといまだにまあマージャン店やってたら大和君は生まれてないかもしれないですけども多分その延長線上では今の考え方はなかったのかもしれないですよね。 でこれはね、あのこの前ね、PayPay の,ペーペーの、ね、利用者数を僕はグラフで見たんですけど、まさにこの PayPay ペペの利用者数のグラフが、まあ、そういうのが出てるのかなっていうのがあって、ね、久保さんも早い段階から PayPay で利用してたと思うんですけども、これ実際もうグラフ出ていて、PayPay、まあ、ペペがこうサービス開始したのが2018年なんですよ。 で今も2023ですよね。だから5年、約5年前に PayPay ペイペイの電子マネーとか出てきたと。で、当時100億円キャンペーンをこうやってて、すげえ大々的なキャンペーンやってたんですけど、グラフ的な伸びっていうのは、ちょっともうこれぐらいなんですよ。今の全体5000、今5000万人登録ある、5年かけて5000万人いってるんですけども、5年かけて5000万人いってるんだけど、最初の初動が一番すごいキャンペーン、100億円上げるっていう、まあもう多分、 100億円上げるキャンペーンはもうやらないと思うんですけど当時すげえビッグなキャンペーンやったんだけど全体のグラフに比べるとこうちょっとの伸びしかないんですよマジでで100億円上げますよっていうキャンペーンやってた当時でもまだ1000万人到達してないですよねだこれグラフ見ると、まあ、300万人400万人ぐらいかなっていう状態なんですよねだから徐々に徐々にこう上がってったっていう5年かけてですよだから結局その新しい常識っていうのはなかなか浸透しないっていうことですね そう簡単に新しい常識っていうのは世の中の大衆レベルにはこう浸透しない例えば久保さんがマージャン店からネットビジネスにそこ参入する時に久保さんがネットビジネスあネットビジネスってめっちゃいいじゃないですかとすごい僕もやろうっていう周りの人たちはいたのかっていうと多分いないはずなんですようんだから結局ね少数派なんですよね <laughs> だからその少数,少数派に入れるかどうかっていうのが結構初動の段階から少数派に入れるか入れないかっていうのが結構僕大事かなと思いますねうんだから僕も最初まああのちょっと僕は少し出遅れましたけどもうでも PayPay4 ペペ年ぐらい使ってるんですけどももうあのトータルのバックが50万超えてるのでだから今さっき今年からね PayPay ペペを始めましたっていう人に関しては まあバックはね50万もないでしょうし <laughs> うんだからまあ先行者利益ですよねうん久保さんも先あの仮想通貨とかもねあの何すかそっか塾がバカ売れした時のねセールする動画もあれなんで3000回回せたのかっていうとまあ仮想通貨暗号通貨のトレンドに乗れたからですよね <laughs> まあこれは久保さんもわかってると思いますけど <laughs> ああすごかったですね 伝説の多分もう回せないと思いますけど、<laughs> セールスしますみたいな。この動画は高額塾が売られますみたいなね、3000回もあるみたいなね <laughs>。<laughs> あれはもうあの仮想通貨の暗号通貨の発信をしていて、そのトレンドに乗ったっていうところあると思いますね。うん、まあ結局みんな遅いってことですね。常識が浸透、その常識がこう浸透していく、その、うん あの、このスピードっていうのは非常に遅いってことですね。はい、いってらっしゃい。